今日は6月15日今午後5時ですね、ちょうど。はい、里芋畑ですね。はい、草マルチしたところとしてないところ、ひどいでしょ、草の生え方で。こっちが草の生えたまま、あのもみ殻を敷いたところですね。ほら、こんな感じになってしまうんで、ちょっと今草を取って、それからこんな風にマルチしてます。昨日もちょっと雨降って、その前も雨だったんで、結構取りやすいんですよね。で、一応こういう道具を使おうかなと思ってましたけども、道具使う必要ないんで、もう手で取ってます。その代わりこんなになってしまいますけど。はい、そういうことで、ちょっともみ殻マルチの状況ですね。はい、やっぱりあのこう草を取ってちゃんとやらないと、こんな感じではダメみたいですね。はい、草なら、草マルチならいいかもしれませんけどね、ちゃんと踏み倒して草を敷けば。はい、でもちょっとこんな感じに、まあ、出てくるかもしれませんけど、この辺なんかほとんど出てないでしょ。はい、そんな感じですね。はい、そういうことで、ちょっと畝間のもみ殻マルチの状況をちょっと撮影してみました。こんな感じでやってますということですね。はい、6時半になりました。一応もうやめて帰ります。あと3袋残りましたけど、今日は結構もみ殻が溜まってたんですよね。この前は5袋ぐらいしかなかったんですね。今日は12袋ありました。で、3袋残ってますので、9袋使ったわけですね。そこからここまで。はい、まだ結構、列数で言うと8列ありますけど、そっちが結構長いんでですね。まだ結構、こういう作業をする必要がありますね。はい、まあ、ちょっといろんな優先する作業をいろいろ考えて、水田中耕除草機が来たら、その水田の中耕除草を先にやらない、やらなければいけない状況に今なってるんですけど、今日あたりもう3日目だから来るんじゃないかなと思ってたんですけど、まだ昼ぐらいまでには届いてませんでしたね。はい、はい、そういうことで、今日の作業はもう終了です。あと片付けて帰ります。